トギモチセカンドです。今日はね、韓国のパンチェーン店トゥレジュールでちょっとね、黒糖ドーナツ売られてたんで美味しそうで買ってきました。ダルコマンフッタンクルドーナツ、ブラックシュガー黒糖の蜂蜜ドーナツですね。蜂蜜も塗られてるのか、このちょっとテカテカしてますよ、麺が。で、まぁ、ちょっとこれだけだと寂しいなと思ったんで、こっちのね、ちょっとワンサイズ大きめでチャプサルドーナツ、このもちもちドーナツも買ってきました。チャプサルドーナツが1500ウォン、約150円で、こっちのフッタンクルドーナツが1300ウォン、約130円です。ちょっとまず普通にね、もちドーナツの、もちもちドーナツの方から食べてみようかな。こんな感じになってます。ちょっとね、こっちのもちもちドーナツの方がワンサイズ大きいです。ちょっともちもちドーナツの方から。美味しそう、いい香り、揚げ物のいい香り。うまい、美味しい、めっちゃもっちい、もうほぼもっち、しかもあんこしっかり詰まってて美味しい、こしあんです。弾力ある、もっちりしてる、本当に生地が、美味しい。やっぱりトゥレジュール美味しいな。あのね、こういうもちもち系のドーナツってパリバケでも売ってるけど、パリバケットですね。パリバケットの上でやっぱトゥレジュールの今日のこれが美味しい。生地が美味しいな、まず。向こうのもちっとはしているけど、もちもち感で言うとこっちの方が、ちょっと生地も分厚いし、なんかね、滑らかなもちって感じ。美味しい。次ちょっと、これ、うわぁ、黒糖蜂蜜ドーナツ。すごい、うわぁ、なんか、ペタペタしてるというか、蜂蜜が塗られてますね、やっぱ。いやぁ、綺麗、美味しそう。美味しい、これ。美味しい。すごい、とろっとした。ちょっとゼリーっぽい、とろみのある黒糖。中にね、ナッツ、多分ね、香り的に松の実かもしれない。美味しい。こっちもね、同じくね、もっちりした生地で、しっかり黒糖が練り込まれてる。もう黒糖の香りすごい。あと周りのこのね、蜂蜜塗られてるって言ってたの、これちょっとパリッとした食感になってる。これ、トゥレジュールのね、このドーナツ系もなかなかいけるんですよね。前ね、横に並んでたね、ツイストドーナツのやつ食べた時もすごい美味しかった。もっちり系上手、いや、でもそうでもないな。もっちり系が上手っていうか、やっぱトゥレジュールのパン美味しいんですよね。生地が上手というか。なんかね、パン生地がそのパサパサした、パンの嫌な感じのやつが、まあ、あれだけね、いろんな種類パンあったらね、どれかはあるだろうって感じですけど、全部美味しい。好きですね。今回黒糖のやつ買ってみたんですけど、黒糖はね、今本当にブームで韓国黒糖の商品ばっかりだからね、ちょっとあ、トゥレジュールでも出てるわと思って黒糖のドーナツ今回買ってみました。で、こっちのもちもちのね、方もおまけで、まあ、もちもち自体はどっちももちもちなんでね、黒糖にするかあんこ入ってる方にするかって感じですね。私どっちかというとやっぱりドーナツの定番あんこ入りが美味しかったこっちのがね、もちもち感も強いし私は好きでした。食べた後の紙を持ってこう表現するのはあれですけどはい、すごく美味しかったです。よかったね、気になる方はトゥレジュールでチェックしてみてください。以上、韓国のトゥレジュールの黒糖ドーナツでした。